遠藤航、ついにベンチ外？マジで？ベンチ外にしたいの？怪我とかじゃなくて？ええー。確かちょっとスタメン見に行く。なんでなん？ベンチ外にまでするんすか？ん？キーパーケレハーなの？キーパーケレハーなの？ケレハー、ダイク、コナテ、ルイスディアス、ソースライ、ヌニエス、ヌニエス。ヌニエス？あれ？これいつの話？これな、お前何のスタメン見てんのそれ。いやいや、2分前で。あ、じゃあ今日のじゃん。渡るがいないな、そうっすね。あい、怪我か。まあ、アリさんは怪我だろうけどな。うん。ヌニエスもいるじゃん。あれ、サラー、あ、いるわ。左サイドがヌニエスになったのか。まあ、でも確か他、ジャロス。これ多分キーパーかな。あ、はいはいはい。で、ゴメス、キエーザ、はい、カーティス、ガクポ、うん、ジョタ、ツミカス、クワンザ、うん、ブラッドリーなんで、確かにベンチ。確かに枠がねえな。え、枠がねえとはいえ、そこに漏れるんかい。キエーザで枠3つぐらい使った。そんなんじゃねえだろ。ジョーカーって前回モンスターで。ブローンで3枠使う。ジョーカー2じゃん、マジで。ただまあ、スロッティはオランダ時代からマジでメンバー変えないで有名か。でもまあ、ちょっとは変わってるけどね、ちょっとは。まあ、ちょっとはね。もうちょい、もうちょいで、冬までに、まあ、過密日程とかで、だからまだ飲めるのよ。ベース作りてえっていう気持ちはね。まあ、ただわかる。まあ、スタメンじゃないのは全然飲めるというか、まあ、でしょうねって感じだけど。そっか、なんかそういうベンチの中でも、ああいうタイプの選手って結構一個置きたいじゃない？なんかその別にそのどの監督でもさ、守備系のボランチというか、いやそれはなんかスロットなりの意思な気がするけどな。そこはもう、ああいうタイプは置かないっていう感じにはちょっと捉えられちゃうよね。ベンチ外だったらね。遠藤に何かしら問題がない限り。そんな気はしないけどな。いまいち。いまいちだから外すとかなんかもうそういうのってよほどのことがない限りないイメージあるけど。よほど練習態度悪かったりとかだったらまだあるかもしれないけど、渡るがそんなわけないしね。香川と同じ。いや、むずいよな。せっかくだってもう渡るもびっくりだろうね。クロップ今季でやめんのって感じだもんね。いや、なんかあれだな。晩年期の、あれな気がする。エルネニー的な感じがするな。渡るからは。エルネニーの、さ、最晩年期じゃなくて、なんか離脱するときにやっぱエルネニーいるといいよねって時期山ほどあったから。いや、そんな気がしてきたな。今の感じ見ると。ただ、エルネニーが必要な時は絶対出てきたからな。もう、ハネニーを、いろいろ優遇だなんか誰もいなかったし。ただ、やっぱりなんか、いろいろ選手が加入することに序列は下がってくけど、ああいうタスクをベテランでこなしてくれる選手ってなかなかいないから、チームにとっては必要不可欠みたいな感じ。素敵代金スパチャします。ぜひ執筆の苦労話など聞いてみたいです。ということで、スーパーチャットありがとうございます。苦労話っすか？うん。まあですね、ちょっと、やっぱプレチャン本なんで二人の意見が入ってる、またブレントフォード。ちょっと待って、何これ。20秒ぐらいで点取ってますよ。しかもスーパーボレーだぞ、これ。なんじゃこりゃ。お前ちょっと苦労話もちょっと話したかったところなんだが。だが、これはやばいと。やばいです。ゴールオブザイヤーです、マジで。左足のボレーです。ダイレクトの。リアルな話多分ゴールオブザウィークっすね、これ。習慣は入る。いやうわー綺麗すぎる、このボレーは。芸術点が高い。これは高い。これは高いわ。マジで？衝撃ですよ、衝撃。こりゃすげえわ。これはやばいわ。やばやばのやば。難易度高いリー・タダナギか。これは。あいや。さあ、ちょっともう開始20秒でブレントフォードが刺しましたね。また刺したよ。いや、衝撃だな。これね。まあ、確かにちょっとマークも緩かったかも。いや、でももうマークとかの話じゃないっす。あんなとこであのボレー決められてきたらもうしまいっす。いやー。あらー。衝撃ですね。これはちょっと衝撃な幕開けでございます。
俺だってウミンチュになれるもんならなりたかった。リバプールがゴールを決めました、今。ゴール決められてます。あ、そう、リバプールはゴール決められました。ちょっと待って、いろいろ起きてるよ。いろいろ起きてるよ。セメンヨが叩いたか、ゴールを。まあ、ポイントはオフか否か。そうですね。っていうところですけども、うん、ただ立ち上がり、ボンマスがいいと。ボンマスがいい。またアンフィールドなんてのはさすがに。アンフィールド2連敗とかは、しかも観客入りアンフィールド2連敗なんて。まあ、ないんじゃないですか？うん。あ、出てますね。あ、出てますね。出てますね。さす出てますでしょ、これは。さす出てましたね。危ない、危ない。危ない、危ない。ただ、いいボールでしたけど、ジャスティンからかな。いや、これは出てました。ヒュース。さすがにオフでしょ。ちょっと乱れるか、第5節。いろいろ乱れの。乱れ咲きか？見るよ。お、ルイスです。おぉ。てんの？おぉ！決めた！決めてる！あ！ソランケ？ソランキ？ドミニク・ソランキ決めてんの？ドミニク・ソランキ決めていきました！ちょっとどっちもあって、どっちも見れんかったな。ルイス・ディアスのシュートを見てました。うん、早い。ああ、これはまあいいじゃないですか、うん。あっさり追いつけたら。あっさり追いつくことができた。あ、もう完全に。もう完全に。パシンと。これはエラーっすね。エラーですね。じゃあ、ただ奪ったのはマリオ？マジソンっすか？うん。かな、うん、うん。ピノックか。ここで、ダンからのドン。うん。ソランキもこれ、うん？初じゃないよね。ソランキ初か。あれ、初ゴールだっけ？エヴァード戦でソランキ。あ、決めてなかった。決めてたか。決めてたか。そっかそっか。反乱します。やっぱ反乱するんだ、トレント側は。あれ？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 ケンパやった！ああ！ルイス・ディアス上手かったわ。ルイス・ディアス上手かった。ルイス・ディアス上手かった。ただちょっと、目測を誤ったというか、うん、飛び、出ちゃった。出ちゃった。あは出ちゃったお先っぽだけ、つって。これは出ちゃいましたね。あら。出たけど、爪痕残す調査兵団だすわ。背中に出たけど何の成果も得られない調査兵団になってました今。よく生きて帰ってきた。うん、生きて帰ってきただけ価値あるわ。やっべ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 。ちょっとバタバタしすぎではございませんでしょうか。あああああああ。うまいねマジで。ロッパうまい。すごいロングパスと、うん、リバプールはすごいうまかった。完璧でしたね。うん。まあ、オフも全然。あるわけがない。お、リバプールもチャンス。さあ。ああ、映像が爆に散らかしました。お、お、決めてる。ルイス・ディアス決めましたね。さあ、2点目です、ルイス・ディアス。映像が。映像が乱れた後に。はっ。っていう。さあ、スコアが一気に動きましたね。まだ28分。今日は、第5節は点が乱れるか？前節がちょっとね。ヘブンズタイムしたね。ただゴールシーンは見れた。もうなんか、いい感じに。ルイス・ディアス、ブレイスです。ルイス・ディアスも結構点取ってねえか。今季やばいっすね。すげえ点取ってねえか。すげえ点取ってる。ディアスが上手いだけでいいやん。ケパ目立つなど。今回は目立ってないんじゃないわかんないけど。ここは普通にね。ちょっと行ってきてください。オフもない。うん。さあ、ということで2点目決めていきましたね。いやー、ルイス・ディアス、これまた抜いたの、うん、うんうん。いやー。さあ、また抜いて決定力が。これ何点目？何点目でしょうね。4とか、5いってるこれ。5はいってなくないですか？なんかずっと決めてるイメージなんだよな。さあ、トッププレイヤーゴール数はこれで、5です !5 じゃん !5 です！ルイス・ディアス5ゴール目、5節で5ゴール目。38試合で38ゴールペースです。おー！すげーな。今はマジで、ストライカル。あの決定力不足と、嘆かれてた、ルイス・ディアスが。やっぱなんだろうね。何をもって変わるんだろうね、こんな。ブレナーも2試合連続ゴールだしね。ね。やっぱウィンカーってわかんねえもんだな。点決めないと。そう。1個出始めたらもうケチャップがっていう。そう。マジであっかんね。それは。すげえな。ブルースは700円攻めてます。ディアスが上手いだけやんと。いや、これは。ちょっと、2行目が消えましたね。今回で。よかったです。うん、お？リバプールあるぞ。お、リバプールある。ルイス・ディアスハット？まである。あ、お？ぬっ。うわぁ！
それはスーペルゴラッソだよ。ヌニゴラッソ来た。ヌニゴラッソ来た。ちょっと待って。おいおい、そんなの初めて見たかもよ、俺。ちょっとそのレンジあんの、君。逆足で？ちょっと、ヌニオ！ヌニオ！あーでもこれなんかあれだな。なんかすごい落としじゃないこれなんか。てかスロットっぽくない？プレシーズンめっちゃ見たべ、こういう系のゴール。あー確かに。あの、一本でパス当てて、競って、そっから抜けるってやつ。このヌッチャ、宝石のようなヌニエスが。これはジュエルです。おい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 。これはジュエルヌニエス。これはまた、スロットポイントゲットじゃね。スロットポイントゲットだね、これは。素晴らしい。素晴らしいね。おー。ちょっと今日ゴラッソ多いな、リバプール。すごいな。ゴラッソ祭りじゃない、これ。ゴラッソ祭りなんですか、これ。ゴラッソ多くないだって。いや、まあ確かにね。全部すげえよ。ちょっとシェアハピしようぜ。俺バター醤油だから。お、いいじゃないですか。ちょっとシェアハピしよう、これは。ちょっと皆さんすいません。すいません、ちょっと今の。くっそ腹減ってるんです。僕らマジ夕飯っす、これ。ルクシャーが。マラシアさんはちょっとわかんないです。お、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 あれ、あれ今、あれ、あれ、あれ、さあ、ビガリオ、外で触っ、いやうるせえから言うな。いやアウトでしょこれ。いやアウトじゃないんじゃない。え嘘、触ってなかった今。二回触ったやん多分。うん。え触ってるんじゃないこれ。嘘、触ってなかった。ここで一回。二回。この後よ。触った。サンタッチ目めっちゃ触ってるでしょ、これ。これあかんくない？これあかんくない？これ、ほら。ほら。あ、やったこれ。あ、やってる。リカリオやったこれ。これで、対象まであるんですか？いや、対象はどう？対象はない。いや、これバレてないんじゃない？バレてない。バレてないですね。プレミア審判団気づきません。いや、なんだ？いや、これ違うでしょ、これ。だって、どうせあれでブレントフォード側に言うんじゃないの？ちょっとてめえらうるせえぞと。いや、審判団バカだねー。これは、抗議するのもな、そう。いや、抗議するよ、そりゃ、こんなもん。出てんだもん。猫かなんかかなっていう。いいですね。いやー、これって大抵見られるイメージあるけど。でもこれ？あーあ。ブレッドボードかわいそう。あーあー。いいですね、この審判のレベルの低さ。我々のプレミアリーグでございます。ひどいですね。VR うんぬんじゃなくて気づけないんかねっていう。そも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 気づけよっていう。まず自分で判断。そう、まずさ、そう、 VR に頼らず自分で判断しようよっていう。ファーストジャッジが終わってんだよな。そう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 。可愛くていいじゃないですか。ビカリはなんとか、うん。あの状況で仮にファール取られてたら。あれって体重になってんのかな、あれ系。でも結構さ、ボール危なかったじゃん。そうなんだよね。ロストする可能性はあるとこ。関係ないとこじゃなかったんだよな。意図的に故意で手で扱ったら。あの3タッチ目結構でかいタッチだよ。うん。どうなんだろうね。This is Premier League. Welcome Premier League.ポープさんはあれは退場、あれやむなしだった。ポープさんも退場したし、レノも退場してる。大抵みんな退場していくんですけどね。そうだね。その昔、あれだっけ、ブラーボが退場したんだっけ、ブラーボも。ブラーボ退場しました。ブラーボも退場しました。ペナルティエリア外で、うん、相手のシュートセーブして、退場しました。3回ぐらい見たかな、これ退場していく姿を。そうですね。ぼっちぼっち退場して、そう、バルサ戦です。バルサ戦で退場していきましたね。スアレスのループかなんかはね。マジで。ペナルティエリア外で全然エリア見てるな、ブラーボマジで。エリア外で止めるという。そう、で、抗議でイエロー2枚です。ポンと言って。あのな、マジで正義が勝つとは違うから、正しさが勝る、正論嫌いだから、プレミアリーグ。勢い重視なんで。いいね。ついに来ます。イタリアの貴公子。これ左に入るってパターンありません？これ、キエーザ。いやー、いいんじゃないですか？左キエーザ、ワントップ、ガクポで行くか、まさかの右キエーザで、ガクポ左行くみたいなパターンもあるかもしれませんけど。
ビッグマッチ続きでございますけど、いやーらーキエーザーキエーザー左足がね、左足叩きましたね。あ、ここがちょい、まあ。トラップ良かったっすよね。からのズドン。あ、惜しい。惜しい。いや、いいっすね、キエザ。なんか、やっぱなんかシュートのパンチ力いいね。うん。フォワード、ワントップ意外と悪くないが。ジョタ的な使い方でいいよ、ね。うん。